クイズを作って PHP に親しむと題してヤンマーから発表させていただきます。よろしくお願いします。自己紹介です。えっ、ー、とヤンマーと言います。ペッパパー会議初参戦です。えっ、ー、と GMO ペパボ株式会社というところで PHP を書いたり、雑誌ソフトウェアデザインで開発環境に関する記事を連載していたりします。ぜひ買ってください。今日は PHP クイズを作った話をします。えっ、ー、と PHP クイズというのはここで指すのはこちらです。 知っってる方いいらっしゃいますかねとあるイベント、去年の PHP カンファレンス2022で出していたクイズの問題です。えー、GMO インターネットグループのスポンサーブースで出してました。で、このクイズを、えー、と私含め、えーと、あと同僚で作ったので、その話をしたいと思います、えー。具体的な問題1問ちょっと持ってきました。せっかくなのでちょっと考えてみてください。10秒ぐらい。 そそろそろいいですかねこの問題の答えは2番になります。イズセット「IsSetEmptyIsNul」イズヌルの答えはあ戻り値は何でしょうっていう問題ですね。でまあ、こういう問題始はじめとして、まあ、クイズを解くっていうのは面白いですよね。このペチパー会議でも昨日のセッションでも僕2つくらい見ましたし先ほども、えー、とクイズ出題されてましたで。解くっていうのはすごい面白いんですが作るっていうのもめちゃくちゃ面白いんですよね。なので今日はクイズを作ると何がいいのか紹介させていただきます。クイズを作るとですね PHP の使用を知れます。解くだけじゃなくて、やっぱり作るってなるとかん、ちゃんと理解しないといけないので、完全に理解したぞっていう気持ちになれます。で、こういう風なクイズを皆さん解いてるのを見ると、みんな PHP 好きなんだな、引数の順番どっち言ってるみんな PHP 好きなんだなってことがよく分かります。で、そうしてこれらを含めて PH、PHP にクイズを作れば親しめると思います。 というわけでここまで話して皆さん、クイズを作りたいという気持ちになったと思うのでここからクイズのコツを覚えてぜひこのあと作ってみてください。クイズを作るコツ一つ目、ネタを集めるこれが一番大変で一番時間がかかって一番大事ですこの前のイベントのときにどうしたかというと例えば業務中に話題になった PHP の標準関数をメモしたりあとはペチパー会議の登壇資料を探検して PHP の PHP のマニュアルは本当に充実しているのでランダムに適当に開くとあこれ知らないなってやつが出てきて読んだりあとはですねあのここにもいらっしゃるし多分聞いてる方もいると思うんですけど、えー、と社内の熟練の PHP の方から募って作ってもらったりこういう風にしてネタを集めましたでこうやってネタが集まったら次は難易度を調整します、えー、とたくさんの人に解いて欲しかったので簡単、普通難問っていうのを作りました えっと難問というのは、えっと、さっきのデバッグインフォみたいな感じですねちょっとあれは難しくて僕分からなかったんですけど、えっとまあ、ここに書いてあるような、えっと、定義で作りましたで、まあ、これでも簡単という方はぜひ問題を作ってくださいでちょっとイメージしてもらうために、えっと、実際の問題ちょっと出します簡単1問目 PHP の開始タグは、まあ、イベントで PHP もしかしたら書いてなくてくる方もいるかもしれないんですけど先ほどの スライドとかイベントの中でたくさんサンプルコードが出てるので、まあ、見たことがもしかしたらあるかもしれないっていうので解けるんじゃないかなっていう問題にしましたあとはマスコットキャラクターは <laughs> <laughs> これあのこの前のイベントではこのイラストを出してなかったんですけどただクイズのボードの隣に何かマスコットのぬいぐるみが置いてありまして。<laughs> まあ、知らなくてももしかしたら解けるかもしれないっていう感じで作りました。で、まあ他に普通っていうのはさっき出したような問題なのでちょっと省略します。で難問。これちょっと人間が考えるの嫌な問題だと思うんですけど、配列の、こいつ省略しますね。配列のキーの、えー、とキャストされて、まあこれが5個のキーになるよみたいな問題とか出してました。でまあ、というわけで、まあ、難易度を調整して作ると。で次に、えー、と答えの裏付け。 これすすごいい大事だと思いますたくさんの人に解いてもらうんだったら4択形式とかにしておいた方があの採点もしやすいですし答えが1つって定まってた方がやりやすいと思うのであの4択形式とかにするといいかなと思いますお青いですねいや嬉しい嬉しいですねで、あとは信頼できる出演元から出題するっていうのもすごい大事だと思いますあの公式ドキュメントとか特定の環境での実行結果っていうのは結構信頼できると思うので、まあ、それでクイズを成立させて納得感のある問題にしましょう えもしここ今出したのが間違ってたら優しいマスカリを投げてくださいというわけでネタを集めて難易度を調整して裏付けして作りましょう最後まとめ作ることも解くことも楽しいです問題作ったので最後スライドで見てく、えー、と答えを公開しますありがとうございましたはいありがとうございました